皆さんこんにちは、マンガレギルビシです。では今回は帝都の下山する日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ついに札幌をね、奪還することができました。東京の防衛もこれで、進んでいったなというふうに思っています。よって今回からですね、いよいよアメリカ軍のその拠点西海岸、この攻略を始めていきたいというふうに思っています。戦艦武蔵、あとはですね、札幌を攻めてもらったこの第11艦隊、このまず2つの戦艦部隊を持ってですね、マッツ島を攻略、そのまま西海岸を目指してもらいます。残りの艦隊はハワイに集結し、ハワイで補給後、あるいはミッドウェイに集結後、ミッドウェイで補給後、それぞれ西海岸、シアトル、ロサンゼルスあたりを、攻略しに向かってもらおうというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。ミッドウェイの方はですね、ご覧のように防衛ができそうですね。このまま防衛を完了していきたいと思います。東京の方もね、防衛がうまくいきそうなので、このまま見守りましょう。東京の方はね、しばらく敵の攻撃にさらされてしまうという失態だったんですが、ようやく目処が立ってきたかなというふうに思ってます。で、札幌の方なんですけども、部隊をね、中流師団1団ぐらいだけこの後、余裕が出てきたタイミングで、しておこうかなというふうに思ってるんですが、それ以外はですね、特に戦力を置いておく用意は今のところありません。で、トラックの方なんですけども、ここではね、小国随核第4航空艦隊、南雲さんの艦隊ですね、ここに対してですね、今このドック入りしてますので、このドック明け後ですね、ハワイの方に向かってもらいます。で、第15、第16艦隊も、それぞれこの後ハワイに向かってもらいましょう。各基地に関してはですね、もう航空隊を委任を始めています。もうしばらくの間敵艦隊の脅威はないかなと思いますので、ここは紹介ないし攻撃の任務を割り当てて委任状態にしてありますので、もう見守りフェーズですね。このまま味方の艦隊がハワイないしミッドウェイに集結するのを待ちましょう。で、ミッドウェイに集結した部隊は一度ハワイを経由して、またハワイでね、燃料の補給を行う必要がありますので、部隊の集結はね、少し先になるかなと思っています。で、それに第4航空艦隊南雲さんの昇格随格もね、まだドックから帰ってくるのに、おおよそそうだな、1週間程度時間がかかりますので、その間はですね、各部隊移動に専念をしてもらいたいと思います。第7艦隊が燃料がわずかという連絡ですね。28番であれば、第7艦隊はマーシャル諸島あたりを経由させましょうか。この近辺だとマーシャル諸島、ここが一番近いかな。ここで燃料を補給していきます。マッツ島の攻略はですね、第2艦隊武蔵に任せることにしました。第11艦隊はミッドウェイに向かってもらって、必要に応じて、ミッドウェイからですね、部隊を送り込んでいくことになります。いや、東京に関してはようやく呉基地航空隊が攻撃を開始する、こういう状況になってます。これはですね、呉の方を相当意味したので、敵の陸上戦力、これをね、ぶったたいてもらおうということです。なので、直にね、航空戦力がこの東京に侵攻してきているアメリカ軍をね、駆逐するのに一役買ってくれるかなと思ってます。アメリカ軍も懲りずに東京にどんどこ部隊を送り込んできてましたからね。これを全部潰せば、アメリカ軍の陸上部隊、陸戦隊をだいぶ減らすことができるかなと思ってます。なので、ちょっと遅かったのでね、視聴者の方からね、アドバイスいただいて、呉の基地航空隊が東京に対して支援攻撃を行うというフェーズになっています。武蔵はちょっと足が25ノット遅いね。マッツ島に着くまでに日が暮れてしまう。このままいくと第11艦隊、本郷をミッドウェイで一度補給した後、ミッドウェイに
入っている艦隊いくつかを厚装に向けた方が良さそうだな。そっちの方が効率面が圧倒的に良さそうですね。第6艦隊巡洋艦1駆逐艦4か。これ出撃できるように補給だけしておきましょう。で、第6艦隊と第11艦隊で厚装の攻略をしてもらおうかな。で、陸上部隊が、2つの陸戦隊入ってますが、第17陸戦隊を、乗せて、で、厚装攻略に向かってまいります。武蔵は、このスピードだとどうだろうな。圧倒的に遅れそうだけど、まあ、それでもやっぱ武蔵の火力はあるので、武蔵もこのまま見せましょう。では、このまま時間をまた進めていきます。はい。従順赤石、石槌が加わっています。これで、大本営会議の方に参加していきましょう。ここはね、予算をしっかり取っていきましょう。軍令部総長がマイナス1なのは何なんだ。先月の評価はかなり高くても良さそうなんだけどな。まあ、海軍に対する厳しい評価ということですかね。まあ、ここはもう強気に行きましょう。何はともあれ今、戦いは有利ですからね。アメリカに対しては何もしない。イギリスに対しても何もしない。まあ、オーストラリアに関しては、講和を。そして、そうだなぁ。ソ連は参戦要請してみましょうか。中国はもう終わってますね。タイは事務レベル。ドイツとも事務レベル。これでいきましょう。ソ連が味方として参戦するっていうね、そういう状況を見てみたいですからね。まあ、うまくいくかどうかはまたこの後に。では、このまま進めていきます。さて、軍令部総長、つまり自分の案なんですが、賛成が3人、4人、決定だな。まあ、ここまでね、大躍進、大活躍の、この、海軍の意見を通りますよね。デリーの攻略、陸軍がうまくいってないようですが、まあ、こんなのでは話にならない、ということなんで、もう、海軍は海軍独自の作戦を提案していきたいと思います。まあ、ズバリ、西海岸ですね。攻略目標ですが、まあ、ロサンゼルス、サンフランシスコ。まずはロサンゼルスかな。ただ、ロサンゼルス、破壊するにあたっては、サンフランシスコも危うい感じだな。まあ、3日行くで、攻略していきましょう。厚装は占領海軍で行います。アメリカ西海岸はロサンゼルスに何度かですね、行ったことがありますけど、それ以外はアメリカだとニューヨーク、あとはフロリダですかね。まあ、今ね、ちょっとアメリカ、いろんな意味で行く気がしないですけど、コロナウイルスが落ち着いたら、またアメリカ行きたいですね。僕は身長が今176なんですけど、まあ、もうみんなさんね、ご存知だと思うんですけど、176日本だと、まあ、平均よりちょっと身長高いかなぐらいだと思うんですけど、アメリカ行くともう完全子供扱いですね、176だと。最低でも180超えないと、全然身長的に、小さすぎて、子供扱いになっちゃうんで。できればね、もうちょっと身長欲しかったですけど。もうこの年になると、身長が伸びるということもないですからね。あと、まあ、5センチとは言わないまでも、2、3センチ欲しかったかなっていうね。これはもうしょうがないですね。では、このまま時間を進めていきまーす。さあ、作戦目標ですが、提案4つ。自分の案に賛成。賛成。賛成、賛成。
ああ、これはもう決まってしまいましたね。外務大臣がポートダービー、シドニー、圧。まあ、シドニーとポートダービー、まあ、圧倒はいいですけどね、シドニーはオーストラリアに攻略をこれ以上するのはいかがなものかというふうには思うので、台本営会議で決まった内容は、缶無視で済みます。で、予算なんですが、まあ、ここはね、大躍進を続けている海軍には、2万。1万5千かな。1万1千。陸軍の方には1万。外交費は1千。基地維持費も1千。技術開発に2万。これでいきましょう。これで、案を通していきます。予算はですね、総理に押し切られてしまいました。海軍費1万1000。まあ、ただ海軍費1万1000は悪い数字ではないので、これはね、しっかり使わせてもらいたいと思います。でだ、予算配分ですが、あんまり多く使えない中なので、まあ、これを航空技術に多めに、兵器技術にも多めに、で、こんな感じで割り振っていきましょう。では、物資配分ですね。物資配分も陸軍、海軍で分け合う形になるので、そうだな、6万のうち2万、2万、これでいきましょう。今、海は比較的余裕がある状態なので、まあ、陸軍にもね、頑張ってもらいたい。特に、東京防衛、今、頑張ってもらってますんで、これね、陸軍に多少、譲歩するという形でトントンできます。では、これの予算案を通せるように頑張りましょう。はい。ご覧のような形で、参謀総長の意見が取りました。海軍用が2万4千。まあ、2万を要求してたので悪くないです。国家用がね、だいぶ少なくなりましたね。では、徴兵です。まあ、ここは海軍6。これを通すれば陸軍を好きにやってもらいましょう。ここでの決定がどうであれ、海軍としては、西海岸の攻略はもう決定しましたからね。このまま、茶番と言えるこの会議を過ごしていきましょう。で、西海岸の攻略を決定した以上はですね、圧倒を経由する部隊と、ハワイから直接西海岸を戻す部隊ですね。これに分けて、2方面からアメリカ本土を狙っていきます。はい。では、6手に入れましたので、この後、陸軍、6、陸戦隊6、配備していきたいと思います。これね、前回ミスったので、先に、艦船を、投入しましょう。まあ、空母はですね、昇格随格型。まあ、昇格型の3番艦、4番艦を入れておきます。計画。使い目。神格。さらに、昇格型の4番艦として、白鶴。これでいこうかな。で、海軍費が残り1万8400あるでしょ。なので、やっぱり航空機なんだよね。冷戦の二次型、これをですね、新しくまたラインに復活させましたので、白。5人型も100で、水星も100で、天山ですね。天山も100で、一色の立砲とかは一旦ですね、まあ、今後は空母に乗せて戦うことが多くなるので、
天山の数、水星の数、水星かな、水星の数をちょっと増やしましょう。250で、5人型も150機体制に増やしましょう。で、冷戦の2機型もこれね、あの護衛機でつける必要があるので、180機だな、ちょっと多めに。こんなところでどうだろう。で、それに合わせて天山の数も増やします。200、こんな感じかな。これで海軍の予算をほぼほぼ使い切る形になるので微調整していきます。これでもかっていうぐらいね、予算をギリのところで積んでいきましょう。では航空機、艦船、あと海軍の予算が4900残ってますので、これを微妙に使って終わりにしたいと思います。はい、では最後に戦艦大和型3番艦終わり、これを作って終わりにしました。では今回はね、ここまでにさせていただいてですね、次回いよいよ西海岸攻略戦、始めていきたいと思います。大本営会議では西海岸攻略は決定しなかったんですが、海軍独自の作戦として、ここは西海岸攻略を決定します。というわけで、今回はここまでにさせていただくですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。